どうもどうも、まぐりでーす。私はね、今までガラスブロックの中にお城を建ててみたりとか、あと亀の背中にね、竜宮城を建ててみたりしたんですけど、今回はもう原点に帰って、ボトルの中に船を作っていこうかと思いまーす。そもそもね、ガラスの中にお城を作るっていうのは、ボトルシップから着想を得たんだけど、今回もう、ボトルシップ作っちゃおうっていうことで、今回使っていくボトルが、こちらです。ででーん。このボトル。このボトルの中に、船を建築するっていう。どういうことってみんな思うじゃん。思うと思うんだけど、まず、ここに土台を置きます。その上にガラス瓶を置きます。そして、遠近法を使った時に、このガラスの中に船があるように見えればいいっていう。で、動くから、もう一瞬ね、一瞬。はい、このタイミングとか一瞬でいいから、一瞬でもこのボトルの中に船が入ってるような状態にできればいいかなっていうことで作っていこうかと思います。できるかな？ちょっとね、自信ないけど、やってみましょうか。で、これはね、一回一回ガラス瓶こうやって置いてもいいんだけど、そしたら置く場所が毎回ちょっとずれるんだよね。毎回違う位置にずれちゃうから、こう騙し絵としては使えないんで、まずコマンドブロックを入手して、で、コマンドブロックをここに置いた後、絶対に消えなくて、そして拾えないガラス瓶を2個上のね、座標に召喚してやろうと思います。ポン！ OK！ これで、このアイテムはもう絶対に拾えないし、消えないんで、OK！ こんな感じでね、瓶の位置を調節したんで、あとはこっちを向いた状態で、この瓶が一番上に来た時に、その中にね、船が収まりきるように作ればいいから、早速やっていきましょうか。どんぐらいのところに作ればいいんだろうな。こんぐらいで、いや、もっと遠くかな。とりあえずここら辺にやってみるか。このタイミング。このタイミング。これしかも毎回回る時の角度ちょっと変わっちゃう？浮き上がるタイミングと回ってる時のタイミングが一定じゃないからちょっとずつずれてっちゃうから、ちょ、ごめん、作戦変更するわ。まずバリアブロックを樽の上に置いて、アイテムフレームを置いた後にガラス瓶を置く。そして今のバージョンだと確かね、アイテムフレームを透明にすることができた気がするんだよね。これで NBT をインビジブルにして、1B にしたら多分消える。オッケー！宙に浮くボトルを作ることができたんで、あとは、この中に入るようにね、うまいこと、ボトルシップを作っていくだけなんだけど、これだと樽に乗っかってるように見えないから、そこをどうやってするかだよな。あ、これいいんじゃない？ここに雪と、あとね、トラップドアを置いた樽を置きました。そして、ここに立った状態でシフトを押すと、これ、拡大した時にちょうど、ガラス瓶が乗っかってるように見えるよね。そしたら、これに合わせて作っていこう。あー、いいぐらいかも。でも、だいぶちっちゃい帆船になっちゃうね。これより遠くにしちゃうと描画できなさそうだから、これもう相当すでに遠いんだよ。だから、だいぶちっちゃい帆船になっちゃうかもしんない。それじゃあね、やり方が定まってきたんで、制作開始。でも、船作るのってあんまりそもそもやったことないし、大きさをね、ちっちゃくしないといけないっていう、船って本来結構大きくなりがちだから、小さいサイズで船を作るっていうのは相当難しいと思うんだよね。こんぐらいのサイズになっちゃうのかな？ちっちゃいかな。見てみるよ。ギリッギリボトルに入らないぐらいのサイズだね。このぐらいだと。もっとちっちゃくしないとダメだ。こんなサイズでどう？あ、これでちょうどいいぐらいか。これでもうちょっと下だったらちょうどいいぐらいだね。いや、待てよ。この方法だったらボトル横にできるから、船って横長だから横に置いたらちょっとサイズ稼げそうだな。うん、こんぐらいだったらもうちょっと大きく船作っても大丈夫そう。ごめん、今回見切り発車だから何回も途中で修正加えることになるわ。やっぱボトルの中に作るっていうのは難しいな。ボトル自体をマイクラのボトルを利用して作るってなってくるとやっぱり調整がめちゃくちゃ難しい。いいかもしんない、いいかもしんない。もうちょっと下の位置に作れば、これでボトルシップっぽくなるかもしんない。あとはもうほんと作っていくだけよ。ここら辺の形はね、なんか建築っていうよりもどっちかって言ったら造形に近い感じがあるから、特に解説するとかはないんだけど、本当に感覚で遠くで見た時にこんな形になるかなーっていうのを想像しながら、適当にブロックを置いていくだけになるかな、この形は。イマジネイチョンってやつだよ、イマジネイチョン。で、大体の形がこんな感じかな。こっから、どんどんね、船っぽくしていくんだけど、どういう船にしよっかな。船の種類とかが全然わかんないんだけど、適当にググって良さそうななったら、それを参考に作っていくスタイルにしよっかな。なんか、船の構造上、ここの作りおかしいですよとかあってもね、飲み込んでください。私、船の知識マジでないんで、画像とかを参考にしながらね、やってます。そしたら、下をちょっと色を変えて、こっからね、さらに形を整えていきます。ハーフブロックとかを使って、こう、なんだろう、段差っていうかね、
あれを少なくしていくことによって滑らかさを出せるんで、実際のサイズよりも結構ディティールをね細かく見せることができると思います。意外とこういうとこ初見台とか使えるかもな。遠くから見たらこの本の柄とかがちょっと近くで見たらうるさいかもしれないけど、遠くで見たらごまかせるかもしれないんで、一応ちょっと一回これ使ってみよっか。それかまあ本の柄がうるさかったらこっち向きで置くとか。あ、いいじゃん。え、これ良くない？これ初見台使えるわ。初見台こっち向きで置いてこう。マイクラにあるブロックは全て健在だからね、考え方次第では。そしたらこれを部分的に金床に置き換えてみようか。金床に置き換えて、そこから松のフェンスとかでこう上に引っ張っていくことで、なんか網みたいなの張ってるじゃん、あれ何かわかんないけど、網みたいなの表現していこうと思います。その前に柱的なの作んなきゃダメか。柱的なの立てて、そこに向かって網みたいなのをやっていくっていう。なんかこの柱と同化して見にくいから、この色にしちゃった方がいいかも。やっぱ結構マイクラってね、同じ色だと遠くから見た時になんか同化しちゃったりすること多いから、色変えてやることが大事だよね。いろんな色取り入れてやるのが大事。一色で作っちゃうとね、どんなになんか立体的に作ったりしてても結構のっぺりして見えたりしちゃうんだよ、ものによるけどね。てかなんならこっちの方が最初からロープっぽいかもね。ロープっぽいじゃん、ロープブロックじゃんこれもう。そしたらワンピースのゾロがいつも昼寝してるところを作って、見張り台なのかな、見張り台的なのを作って、でここ、こういうね1ブロックのところに柵作りたいなって時、これで柵作っちゃうとまあ当たり前だけど中歩けないんだよね。だからそういう時は多くのトラップドアとかを使ってやって、トラップドアでねこういう風に柵を表現してやると、狭いスペースで柵が作れるし、しかもちゃんと中も歩けるよっていうことで非常にねいいと思います。だからここも全部ね多くのトラップドアで柵を作っていきましょう。これテラスとかにめちゃくちゃ使えると思う、民家でも。で確かこれ、私これは知ってるんだけど、あのこの柱ってまっすぐじゃないんだよね、確か1個分ぐらいずれてんの。これほんと多分船詳しい人に聞いてみて、あの1個分ずれてるんだよね実は。だからこういう感じで作っていこうかと思ったけど、ずらさない方がそれっぽいかな。マイクラの建築家は結構なんか正しさよりもそれっぽさの方が大事にした方がいい説あるから、どうしよっかな。そしたら船の一番特徴的なね、帆船の帆の部分を作っていこうかと思います。まず一番この高い柱のところから適当にこう柱を伸ばして、柱っていうか帆を張るためのやつを伸ばして、そこからこう膨らむように帆を張っていくんだよね。でこういうのって大抵あの内側に空気が溜まるはずだから、だから両サイドよりも内側の方がもっこりしてるはずなんだよ。そこを意識して作っていこう。で風が真ん中に集まって、それで、こっち側に布が寄ってるってことは、ここは若干くびれるはず。若干のくびれも用意しておく。わかんないけど、多分風を真ん中から受けたらこういう感じの形になるんじゃないかなっていうイメージで一つ作ってみました。これをさらに上にも作ると。でも上のやつはちょっと形が違ってて、台形みたいな形になってんのかな最初から。そしてここ一番上に、あ、ちょっと待って、焚き火、これめっちゃいいじゃん。ここ柱を焚き火にした方がいいかもしんない。焚き火にしてここに置いた後に最後に全部水消してやるみたいな。なんだっけ、水消す時にね、私この水入り瓶でやってたんだけど、なんかもっと楽な方法ありますよみたいなコメントをこの前いただいたんだけど忘れちゃった。なんだったっけ、もう一回コメントしてください。そしたら最後ね、ここのてっぺんなんだけど、ここにも初見台使えそうだね。初見台使っていこう。初見台の有用さをね証明できる動画になるかもしれない、この動画は。微調整中。もうどうしてもちょっとどうしようもない問題があって、それがこれなんだけど、こう見た時にボトルのテクスチャのここのね部分がめちゃくちゃ邪魔をしてて、船の全体像がどう頑張っても映んなかった。無理やりこのボトルの中に全体像を映そうとすると、ここら辺にちっちゃく作るしかなくなって、そうなってくると船ちっさみたいな感じで全然なんかかっこよくなかったんよ。だから奥の手段でちょっとテクスチャを書き換えちゃおうかなと思います。本当はねこれあんまりやりたくなかったんだけど、バニラの状態でやりたかったんだけど、テクスチャだけちょっと書き換えることを許してください。というわけでね、だいたい1時間半くらいかけてボトルシップが完成したんで見てみましょうか。一応ね当初の予定ではバニラのつもりだったんだけど、テクスチャを変更したりとかちょっとズルしちゃったんで、まあまあそこら辺はね目をつむっていただけたらなと思います。というわけで所定の位置にテレポートして3、2、1、ででーん。どうですか、ちょっと今回はね失敗かなと思います。ちょっと厳しめに、帆船自体をね作るのも初めてだったってのもあるし、あとねこれ机の上にボトルシップを置いてるみたいな感じにしたかったんだけど、ちょっとねなんか
ボトルの中に入ってる感がやっぱり薄いのかなっていう感じがして、騙し絵ポイントも低いし建築ポイントも低いしで、今回はやっぱりちょっと失敗なのかなっていう感じがする。いや難しかった。このボトルの中に綺麗に収まるようなサイズ感でちょうどいい感じで作るってのも難しかったし、あとこれボトルの中の見える部分だけちょっとね水っぽくしてみるみたいなのもちょっとやってみたんだけど、まああんまり思い通りにいかんかったよね。でもまあやりたいことは伝わったと思うから、とりあえずこのまま投稿しちゃうけど、いやいつかリベンジしたいっていう感じで、今回はそんな感じでね終わりにしようかと思います。皆さんもね自分の方がうまくできると思ったらガンガンねやってみて Twitter とかに上げてください。というわけでこの動画面白かったよと思った方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またねー、バイバーイ。あ、今ちょっとサムネ撮ろうと思ってサブアカウントで入ったんだけど、これ横にスティーブ並んだらめちゃくちゃボトル大きく見えない？あ、こういう意味では騙し絵ポイント高いかもしんない。これボトルの中に入ったりしたらなんか面白い絵が撮れるかもしんない。どうだろう。あ、いいじゃんいいじゃん。ボトルの中にスティーブが入ったら急にジオラマ感増したかもしんない。あ、これはいい絵じゃない？いい絵が撮れたかもしんない。なんかこのボトルの中に入って、それでなんかみんなで記念撮影するみたいなの流行ったりしそうだね。あ、これすごいじゃん。思ったより良かったかも。じゃあ今回は半分成功ってことで、スティーブが入るとそれっぽくなる。